高松琴平電気鉄道線1 0系電車は、高松琴平電気鉄道に在籍した電車である。1960年生。制御電動客車の1 1 1と制御客車の1 1 2からなる2両編成1本の2両が、琴平線に在籍したが、2003年に廃車された。琴電で最後に作られた、自社発注車である。1955年。 帝国車両工業で車体のみを製造した。高張力工を採用した軽量車体で、前面は2枚窓の湘南化をタイプ、側面の窓は、いわゆるバス窓で、窓配置は D1D7D1 だった。伝送品の手配も済ませてあったが、その直後に設計担当者が代わり偽装は中止。車体はしばらく普通生産工場で保管されていた。その後、カルダン駆動化など計画は、 右与曲折したが、結局、1960年に、ようやく電気品を取り付けて巡航した。台車は1011が TR14 型、1012が TR11 型で、いずれも鉄道省正式客車、電車に使用された、多摩、山形港を側枠に使用する釣り合い両式台車である。ただし、各車ともに、ブレーキが台車シリンダー方式とされ、 主電動機を搭載する1011は、側枠中央上部に、車輪間に空きスペースのある1012は、台車内部に、それぞれブレーキシリンダーを取り付け、1011は、両、抱き式、1012は片押し式のブレーキワークが、構成されていた。1011に搭載された、主電動機は、国鉄払い下げの MT7 で、TR14 と、セットで払い下げられたと推測されている。 この MT7 ハモハ重軽電車用として、電気メーカー各社が協作した 100kW 級釣り掛け、式電動機の一つであった。ただし、これらの定格出力で用いられる、端子電圧の相違を考慮すると、実行出力は約 111kW となり、急行用として先行した1万ガッタが搭載した HS-355 と、ほぼ同格であったことがわかる。 制御機は一万型に順じて、日立製作所製 MMC を採用したため、HL 制御などの在来車との並結はできず、また、主電動機特性の相違からか、一万型との並結も、できなかった。車内は、クロスシートを備え、コンピラ2号の愛称で休行用として使用された。1011、1012その後、旅客需要の変化から、休行運用は廃止された。しかし、 他社と連結ができない統合形式は運用が縮小されていた。そのため、1979年に以下の改造工事を受ける。1983年、1011の台車を住友金属 FS-522、主電動機を三菱電機メガバイト -3239A に交換して、並行、カルダン駆動化された。なお、制御機、 制動装置は手を加えられていない。1 0 8 0営入線以降は、非冷房のため朝のラッシュ時を中心とした運用になる。そして2003年、冷房化推進のため12 1200K1201 から1206が入線。これに伴い、同年3月16日の5000型と組んだ、さよなら運転の後運用を離り出す廃車となった。さよなら運転に際しては、 コンピラ急行のヘッドマークが再現された。廃車後は、直ちに解体されている。製造メーカーである日立製作所としての形式は、RM-257、端子電圧 675V 時定格出力100、キロワット 635RPM。鉄道汚時代には、変電所から 1500V で給電しても途中で、電圧効果が発生することを考慮して、 実効化線電圧を 1350V として設計していた。このため、当時の主電動機出力を比較する場合には、各モーターの端子電圧の確認が必須である。端子電圧 750V 時定格出力 112kW 1050rpm。端子電圧 750V 時定格出力 93.3kW 900rpm。900 端子電圧 340V 時定格出力 110kW。ありがとうございます。